こんにちは、リーヌの庭のリーヌです。だいぶ、いや相当ご無沙汰しております。実はいろいろなことがありまして、急遽ニューヨークに戻ることになってしまいました。なんと2年間かけて一生懸命育て上げたあの数々のバラは、泣く泣く日本の母親に頼み込んで最低限の世話をしてもらっています。本当だったら今頃は夏の剪定を済ませて、秋にまたわっと咲かせる秋のバラ祭りが待っていたはずなんですけれども、いろんな事情がありまして、今年はそれも叶わず、まあ仕方ない、私の全てのバラを預けてきました。悲しすぎます。ちなみにこちらが日本を離れる日の最後のバラの様子です。頑張って生き延びてね。秋に帰ってくるからね。しばしの別れだ。秋には帰ってくるから、みんな元気でね。ガブリエル元気でね。新芽は出てる出てる、いいね。ルグラン大きくなった。カントリーハウスも大きくなった。もうね、クリスティアナ、リアンローズ、信頼たち、信頼ブラザーズ、バレロ、こんなにもうつぼみをつけてる。あっ、びっくりした。いた、ちゃんといたんだ。いたんだね。なんとあの小さいカマキリじゃないですか、これ。生きてましたよ。最後に挨拶に来てくれたのかい。ありがとうよ。元気でね、帰ってくるからね。ここにほら、あれがいるよ。アブラムシいるから食べてね。食べてくれ。足立ちんが、そしてちょっと調子に悪いソニア、頑張って。じゃあ行ってくるね。まんな、本当に元気でいてね。では行ってきます。あー、今見ても辛い瞬間でした。まあと言ってもですね、リモートでできる世話もあるので、たまに様子を撮影してもらってそれをチェックしたり、なんか問題があったら教えてもらって対処法を伝授したりみたいなことをやって、遠隔世話をしています。全く頭が上がらないんですけれども、まあそれでも一応様子は目にしてチェックしています。で、まあいろいろありまして、あの全く YouTube の動画を作れなかったんですよ。それで突然いなくなっちゃったから、心配してくれてコメントくださったりした方もいらっしゃったんですけれども、ありがとうございます。ちゃっかり元気してます。やっとネット環境もちゃんと整って、コメントも見ることができて、またね動画アップできる環境になったんですけど、そもそも私ニューヨークにもともと住んでて、それでねコロナの間に3年ぐらい日本にいたっていう、そういう感じなんですけれども、その間に発見したのが園芸でありバラ栽培だったわけなんですけれども、これは本当に人生が豊かになった経
経験だったので、やっぱりまた続けていきたいんですね。この YouTube のチャンネルもね、ちょっと悩んだんですよ。続けていこうかやめるべきか悩んだんですけれども、やっぱりこの園芸続けたいって気持ちがあるうちは YouTube も細々とになると思うんですけれども、地味にやっていこうかなと思います。なのでこれからもリーヌの庭よろしくお願いいたします。ただ一つ問題がありまして、このリーヌの庭チャンネルっていうねチャンネル名なんですけれども、このアパート庭がない。そうなんです、肝心の庭がないんです。ベランダもないんです。つまりバラが育てられないじゃんってことなんです。かっくり。でもね、これ見てください。これじゃ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 ーん、これはなんとスーパーマーケットトレーダージョーズで1年ほど前に買ったミニバラです。これはやっぱり挿し木で3本ぐらい植わってたんですけれども、2本枯れちゃってもう1本しか残ってないんですね。でもこれ本当にこんな感じでボロボロで、買った時はもちろん花ついてたんですけれども、また日本に帰ってる間にどんどん枯れてってしまって、たった1本ね葉っぱだけ残ってたんですよ。そして今回また帰ってきて、このボロボロだったやつをね手入れしたんです。そしたらなんとほらつぼみがついたんです。すごーいと思って、これもこの2年間でバラを育てていたその経験のおかげだと思いました。結局この小さいバラに何が必要だったのかっていうと、本当基本なんですけど、日光と水ですね。つまり日光が足りなかった、水が足りなかった、単純なんですけれどね、それをはっきりと分かったので、一番日光の当たる場所に移動させて、そして水も乾いたらやるっていうのをきっちり守って様子を見ていたら、なんとちゃんとつぼみがつきましたよ。嬉しすぎる。よかったよかったってなりましたね。本当にバラ育てててよかった。それでこの様子をね改めて見て、なんかバラ栽培も頑張ればできるかもしれないなって思いました。といってもね、やっぱりバラは外で育てないとうまく育たない。なんといってもバラって巨大ですからね、家の中では無理ですね。でも何らかの方法で外でバラを育てることができるかもしれない。ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。なのでこれからのリーヌの庭チャンネルは、庭のない場所でバラを育てるっていうね、そういうチャレンジになるかなって思います。どうやるんだ一体。でもね、アメリカでバラショッピングとかもね楽しそうじゃないですか。だからちょっとね、いろんな店行ってバラショッピングとかして、その様子もお伝えできたらなって思います。そもそもちょっとぼちぼち更新になりそうなんですけれども、なんとか続けていきたいなって思いますので、もしも興味のある方はぜひ引き続きリーヌの庭チャンネルを応援よろしくお願いいたします。それではリーヌでした。ご視聴ありがとうございました。